パレスチナ自治区ガザ地区で人道支援活動を行っていた NGO 職員3人とパレスチナ人の運転士4人が殺害されました。この事件はイスラエル軍による空爆によるものとみられています。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は同国籍の援助職員が含まれていることを発表し、遺族に追悼の意を表しました。イスラエル軍はこの事件について徹底的な検証を行うとしていますが、詳細は不明のまま。 NGO は職員らが人道的な食料供給を支援している最中にイスラエル国防軍の攻撃によって殺されたと述べており、オーストラリア政府も全面的な説明責任を求めています。この悲しむべき事件の真相解明が待たれます。